ドイツの機関車メーカーでは、ドイツで、機関車を製造した企業、及び、鉄道会社の工場について記述する。独立項目があるものについてはそれを参照する。ザクセン機械工場は、ケムニッツにあり、19世紀の後半と20世紀初頭、ザクセンで最重要の機械製造会社の一つであった。1837年に設立。 同社は創立し長年経営したリヒャルト・ハルトマンの名と強く結びついており、1898年から、ザクセン機械工場、救命リヒャルト・ハルトマンと称した。1930年に生産されたが、継承された部分はさらに1990年まで得た、企業中で存続した。ベルリン機械製造は1852年に、 ベルリンに得るシュバルツコップイモの機械工業として設立された。日本ではシュバルツコップ社としてまたベルリナー社という呼び方でも知られている。ボルジッヒはベルリンに本拠を置く企業で蒸気機関車製造の時代ヨーロッパ最大、世界中で第2位の機関車メーカーだった。リンケ・ホフマンは機関車か鉄道車両を生産するためにブレスラウで設立された。 ドイツの機械製造会社。第一次世界大戦の間に、ドイツの他の多くの会社同様、航空機設計の経験は乏しいまま、航空機産業に参入することとなった。マイ人間蒸気機関車工場は、ドイツ鉄道の車両修繕工場である。蒸気機関車保守の長い経験に基づいて、1990年から、 保存蒸気機関車の保守を専門的に扱うこととなり、今日ヨーロッパ中の多くの鉄道博物館を呼び、保存鉄道がこの工場の顧客となっている。本工場は稼働するドイツの蒸気機関車全般の車両検査も担当している。工場前景、ありがとうございます。